ポビラス・バナガスは、リトアニア出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、妻でもあるマルガリータ・ドロビアツコ。2000年世界フィギュアスケート選手権3位。1992年アルベールビルオリンピックから2006年、トリノオリンピックまで、オリンピック後大会連続アイスダンスリトアニア代表。 パートナーのドロビアツコと共にフィギュアスケートの歴史上唯一5度のオリンピックに出場した選手である。リトアニアのカウナスに生まれ4歳の頃にスケートを始めた。1990年にマルガリータ・ドロビアツコとカップル結成。1992年、いずれも初出場であった欧州選手権は15位、アルベールビルオリンピックでは16位。 世界選手権は17位に終わる。2度目のオリンピックとなった1994年、リレハンメルオリンピックでは、前回より順位を上げ12位となる。1995から1996年シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦を果たし、また初開催となったスケートイスラエルでは、優勝を飾った。三度目のオリンピックとなった百九十八年、 長野オリンピックでは8位だったものの、同年の欧州選手権では、自己最高位の6位入賞を果たした。翌1998から1999年、シーズン、スケートカナダ、ネーションズ杯、NHK 杯で3大会連続で、表彰台に上り、グランプリファイナルに進出を果たした。1999から2000年シーズンには、スケートカナダで、 ISU グランプリシリーズ初優勝を飾り、グランプリファイナル、2000年欧州選手権及び2000年世界選手権で、それぞれ3位となり、リトアニア選手として、初めてメダルを獲得した。この実績により、リトアニアの国家勲章である、リトアニア大公、ゲディミナス勲章を受訓した。同年6月、パートナーでもあるマルガリータ・ドロビアツコと結婚。 4度目のオリンピックとなった2002年、ソルトレイクシティオリンピックでは5位入賞に止まり、メダル獲得は叶わなかった。直後にアマチュア引退し、プロスケーターとして活動を始める。2005から2006年シーズンにアマチュア復帰。トリノオリンピックに出場したが、7位に止まった。2006年世界選手権後、再びアマチュア引退し、現在はプロとして活動している。 現役時代は強気の発言で有名で2002年ソルトレイクシティオリンピックでイタリアとカナダのペアは転倒したのに自分たちより順位が上なのはおかしいと発言したり2002年で世界選手権で4位となった時は涙ながらに抗議ブルガリアのデンコアスタビスキー組もリトアニア組が3位であるという署名運動を起こすまでの騒ぎとなったありがとうございます